太らない美味しいデザート3選太らないデザートがあるのをご存知ですかダイエット中でも美味しいプリンなどヨーグルトや果物以外のデザートを楽しむことができますダイエット中に甘いものが欲しくなったことはありませんか体重を増やすことなく甘いものを食べたいという衝動を抑えるおすすめのデザートがあります太らないデザートって 誕生日やクリスマスパーティーなど、特別なイベントやパーティーにデザートは欠かせませんが、ダイエット中となると話は別です。大切な人と楽しい時間を過ごすためのパーティーで、体重が増えてしまわないかと心配ばかりしていては、楽しさが半減します。しかし、食べた後に罪悪感を感じない太らないデザートなら、 大切な人との楽しい時間を満喫しながら美味しいデザートを食べることができます。自家製デザート低カロリーデザートを作るコツの一つが自宅での手作りです。自宅で手作りすれば添加物や人工的な物質を使わず低カロリーで健康的なデザートに仕上げることができます。 また脂肪分が多く含まれている市販のデザートの代わりに、無脂肪または低脂肪な材料を使って美味しく仕上げることもできます。また、果物などの新鮮な食材を使用することで自然環境を保護しながら、体に悪い方は脂肪酸ではなく不飽和脂肪酸を使って健康的な脂肪を体内に取り入れることができます。材料を変更する。 太らないデザートを作るときに大切なのが材料の変更です。通常の不健康でカロリーの高い材料ではなくカロリーの低いものに変更することで健康的で太らないデザートが完成します。砂糖の代わりにステビアなどの天然の甘味料をお試しください。また全乳ではなくスキムミルクや無脂肪牛乳。 ミルクチョコレートではなくアラガ酸化物質が豊富に含まれて低カロリーのダークチョコレートへと変更しましょう。果物は甘いですが、添加物は含まれていません。また一部の果物には健康維持に高い効果を発揮するペクチンが含まれているため、デザートの風味付けなどにぜひ取り入れたい食品です。スキムヨーグルトや砂糖を使っていないヨーグルトも、 太らない美味しいデザートを作るのにおすすめの材料です。低カロリーながら、カルシウムを豊富に含むため、消化機能の改善に高い効果を発揮します。ダークチーズケーキ。ダークチョコレートで作るチーズケーキは、とても美味しく太らないデザートの一つです。材料、ダークチョコレートバー、カカオ70%以上。 100g クリームチーズ 200g ギリシャヨーグルト 150g 砂糖大さじ2バニラエッセンス小さじ1ゼラチン1パック作り方チョコレートを湯煎で溶かした後冷蔵庫に15分間入れますクリームチーズギリシアヨーグルト砂糖バニラエッセンスをボールの中に入れてしっかりと混ぜます ゼラチンをパッケージの説明に従って戻します。先ほどのボウルにゼラチンを入れて混ぜます。チョコレートと一緒に混ぜたら、6時間冷蔵庫で冷やして固めます。お好みで、いちごやバナナ、溶かしたチョコレートなどで飾り付けをしてください。パイナップルシャーベット材料、パイナップル、半分。低脂肪カッテージチーズ。 200、ジーブ脂肪パイナップルヨーグルト、砂糖なし1個、甘味料、お好みで、作り方、パイナップルを小さく切り、カッテージチーズ、ヨーグルト、そして甘味料をと混ぜます。アイスクリームを作るときの容器またはプラスチック容器に入れます。固くなるまで冷凍庫で冷やします。アップルパイ。 太らないアップルパイの作り方をご紹介します。作り方も簡単で、体重が増える心配のいらない美味しいデザートです。材料、リンゴ、700g、卵、2個、ブラウンシュガー、90g、レモンの皮、塩、小麦粉、100g、スキムミルク、イースト、パウダー状のもの、粉砂糖、 作り方、オーブンを1 8 0 c に予熱します。リンゴの皮をすいたら、薄切りにスライスします。リンゴが茶色くなるのを防ぐため、レモンを数滴かけます。卵、砂糖、レモンの皮、塩ひとつまみをボウルに入れて混ぜ、しっかりと混ぜてください。小麦粉、牛乳、イーストを混ぜます。 ほとんどのリンゴを入れてスプーンで混ぜます。ただし飾り用に少量のリンゴを残してください。オーブン用のパイ皿に油を敷きます。出来上がったアップルパイを流し込みます。飾り用に残したリンゴを乗せたらオーブンの中に入れます。180C で35分間調理してください。 粉砂糖で飾り付けたら出来上がりです。